カニコでございます。ということで、本日の食材がこちら。2種類のエビっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、ございまして。本日の食材がこちら。ボタンエビとシータイガー。っていうことでね、もう今日無性にエビが食べたくなって、冷凍庫いじくってたら、いいエビ出てきました。で、この鮮やかなこちら、ボタンエビ。このエビはね、有名ですよね。お刺身でとても美味しいエビでございます。これは、お刺身と頭で味噌汁でいきましょうか。もうこれで2品でいきますと。で、今日のメインは、これ。シータイガーっていうエビです。ブラックタイガーは皆さん聞いたことありますよね。でもシータイガーってあんま聞いたことないと思います。でも実はブラックタイガーとシータイガー同じエビです。どう違うかというと、ブラックタイガーは養殖です。で、ブラックタイガーの天然物がこのシータイガーと呼ばれております。で、とにかくね、これとてもでかいんですよね。で、値段も高いです。多分これ8匹入ってるんですけど、これで一氷でね、1万3000円ぐらいしたと思います。で、今日はこのシータイガー使って、僕の大好物のエビフライを作っていきたいなと思います。そしたらまだこれ氷のブロックでカチカチなので、一度溶かしていきます。で、溶かし方なんですけど、これ常温で置いといてもなかなか溶けないので、エビとかのブロックはボウルに入れて、で、水を流していきます。これはね、流水解凍って言います。ちょっと水がもったいないかなと思うんですけど、流しっぱなしにしてください。で、ある一定の水の量で止めておくと、こう水がどんどん冷たくなっていきますんで、なかなか溶けないし、衛生的にも良くないんですよね。なので、必ず流水で解凍してください。そうするとすぐ溶けます。まあ、10分くらいで溶けるんじゃないかな。そしたら、シータイガー溶かしてる間に、これ、ボタンエビ、剥いていきましょう。で、ボタンエビって、こう、足にトゲがたくさんついてたり、この頭のね、かっこいいヘラクレスみたいな角。ここの角の先も危ないし、ここの角のね、この上のところ、ここにもトゲがたくさんありますんで、剥くときはほんと気をつけてください。ここ、頭の部分めちゃめちゃ危ないです。こうやって頭を落として、あとは殻をこうやって剥がしていきます。こんな感じですね。で、ボタンエビは背ワタは特に入ってませんので、取る必要はありません。頭を取って、殻を剥く。くるっと。はい、こんな感じですね。で、お刺身にする場合は、ここら辺まで剥いて、この尻尾の先っちょの殻、ここを残しとくと、こう盛り付けた時にかっこいいですね。食べるとき邪魔くさいなと思う人は取っちゃってもいいと思うんですけどね。尻尾がついてるととてもかっこいいです。そしたらこれをどんどん剥いていきましょう。はい、そしたらこのように剥けましたら、船に妻を大盛りに乗っけて、で、大葉をかまして、で、乗せるパターンもね、こういう風に背中の方を乗せるやり方と、で、あえて、こっちの裏を見せるやり方。これ両方ありますね。僕ね、こう裏を向けるやり方もね、結構好きなんですよね。なんかこう思った方がね、ボリューミーに見えるような気もしない。今日のメインはエビフライなので、まあ、こんな感じでいいでしょう。まあ、贅沢。これ寿司屋で取ったら5000円取られます。で、お頭をちょんと立てて。あ、おしゃれ。はい、これでボタンエビのお刺身の完成。そしたら次は超濃厚エビのお味噌汁を作っていきます。とっても作り方は簡単ですよ。まずフライパンにエビの頭と殻を全部入れます。で、火をつけて、こうやって煎っていきます。はい、こんな感じですね。このぐらい焼き目がしっかりついたら、お水をダーッと入れます。で、これでぐら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 煮立てていくと、アクが出てきますんで、そのアクを丁寧に取ります。そうすると、濃厚なエビ出汁が取れますんでね。これがうめえんだ。こんなこんなでこちら、シータイガーが溶けましたね。そしたら、エビフライ用に剥いていきます。今日はね、頭付きで揚げていきたいと思いますんで、頭はついたまんま、で、殻を剥いていきます。こうですね。胴体だけ殻を剥いていきます。こうです。こんな感じで全部剥いていきましょう。で、ブラックタイガーって別の名前があって、牛エビっていう名前のエビなんですよ。普通に愛知県の海でも取れます、牛エビ。たまに市場とかの車エビが入った箱に、1匹2匹混じってることがあります。なんで普通にね、いるんですよ、ブラックタイガーって海に。はい、こんな感じですね。こういう風に全部殻が剥けました。綺麗になりましたね。はい、そんなこんなでエビ出汁が引けてきました。結構ね、アクも出るんですよね。こうやってアクは綺麗に取り除きましょう。水とエビしか入ってないのにこの色です。この色がいいんですよ。これがうまいんです。で、一回こうやって殻入りすることでエビの旨味が凝縮されてより濃厚な出汁が引けるんですよね。そしたらこれを一度こしていきます。は
はい、これで濃厚エビ出汁の完成。あとはここに味噌を溶かしてお好みの具材を入れればエビの味噌汁の完成。そしたらシータイガーの仕込みに参りましょう。ここにおひげがついてますんで、おひげは切っちゃいましょう。ひげ切っちゃったら、次はここ尻尾ですね。尻尾をペタンと畳んで、こうやって斜めに切れ込み入れます。こういう感じになります。そしたらここしごきます。しごいて、そしたらこれね、この赤いやつ、この尻尾の中に入ってるのがブニョブニョっとした水みたいなやつなんですけど、これがついたままだと油で揚げてる時にパーンってはぜますんでね、こんな感じ。そしたらシータイガーは背わたが入っております。なので丸めて、この真ん中ら辺ですね、真ん中ら辺に竹串をブスッと刺して、こうやってぐーっと引っ張ると長い背わたが出てきます。これね、この背わたはね、泥なので絶対取ってください。これ取らないとジャリジャリです。もう一度いきますよ。ひげ切って、尻尾斜めに落として、しごいて、水を出して、で丸めて、竹串刺して、引っ張って、背わたを取り除くと、ちょっともうこんだけ大きいとね、背わたもとてもたくさん入ってます。というわけで、どん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 やっていきます。はい、そしたらこのように下処理ができましたら、このエビの頭のぬめりとか、このエビの身のぬめり、これを落としていきます。まあ、臭み抜きですね。お塩、バサーの、日本酒を、と入れます。で、これでしっかりと洗っていくイメージですね。かなり濁ってきますよね。こんだけ濁りが出てきます。これがエビの臭みになりますんでね、これしてあげるとエビフライのレベルが一個グンと上がるのかなと思います。そしたらエビに切れ込みを入れていきます。このまま揚げてしまうと曲がってしまいます。やっぱりエビフライはまっすぐの方が格好がいいので、ここの関節ですね、 1,2,3,4 つありますよね。これがね、こう曲がっちゃう原因なので、ここの関節を切ります。こういう感じで 1,2,3,4 つですね。まあ、半分よりちょっと手前ぐらいで止めます。こんな感じ。そしたらこうやってちょっとね、こうピッピッピッと伸ばしていきます。こんな感じですね。 1,2,3,4 とこうやって伸ばしていきます。身が切れないように気をつけてくださいね。筋を入れて、斜めに入れてください。斜めに筋を入れて、でこっち側向けて指で押さえていきますと、こういう感じ。これをどん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 やっていきます。はい、できました。そしたらエビの下ごしらえが完璧に終わったんで、味噌汁作っちゃいましょう。今日の具材はね、大根。大根をこういう風に短冊切りにして、どん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 入れていくと、この大根の味噌汁がほんとうまいんだよね。で今大根むちゃくちゃ美味しいんでね、ぜひ大根食べてくださいね。で今年安いし、こういう時ね、大根食べなか。でネギももう豪快に入れていきます。もう冬の味噌汁はね、具材はゴロゴロでいいのよ。もう野菜たっぷりぐらいで OK。 で大根に火が入ったら、おネギをバサ、そしてお味噌をトキトキします。あえてエビの頭とかは入れません。もうエビの出汁とお野菜の旨味、そしてお味噌、これでいいです。味見、あ、うまい。エビの味噌汁の完成。お鍋に油を入れまして、これ油はね、毎回こして使ってますからね。でもエビフライは油めっちゃ汚れます。特に頭付きでやると、もうめちゃくちゃ油痛みますんでね。新品の油でやると気持ちいいんですけど、まあ、2,3 回使った油でやった方がいいかもしれません、エビフライは。でこれを170まで持っていきます。そしたらバッター液を作りましょう。今日はエビが大きいんで、割とたくさんバッター液を作ろう。今日はね、ちょっと強めのバッター液にしましょうか。で卵6個に対して小麦粉を 60g、 そして片栗粉。これほんと便利よ、この片栗粉。もう触んなくていいからね。片栗粉触るとね、ちょっと声出ちゃうんですよね、ウィーみたいな。でも一定数あの片栗粉のファンがいるみたいでね、悩ましいですね、そこら辺は。そしたらエビに塩コショウを振っていきます。下味ですね。エビが大きいのでね、下味結構強めにつけていいと思います。 OK。
そしたら頭と尻尾を持ってこういう風にバッタリつけます。こうですね。でこうしたらパン粉に置いてかぶせます。で立ててまたさらに握ると、こんな感じ。頭と尻尾にはつけなくていいですよ。こうやってつけて置いてかぶして握って立てる、これでいいです。こうですね。でポイントはバッター液をできるだけたくさん絡めること。結構絡めて、で持ってってこうパン粉のエリアに持っていくと。でしっかりパン粉はつけてあげると。で余計なパン粉は落とすと、こんな感じで乗せて、でパン粉つける時なんですけど、こうやってねちょっとこう浮かしながら、こう下の方にも衣をたくさんつける、そんなイメージでこうやって握ってあげてください。さあ油温めている間にキャベツの千切りを作っていきます。ほらやっぱ機械はすごいわ。でこれを水に浸しておきます。さあそしたらいよいよエビを揚げていきましょうか。そしたら油に、これは2匹ぐらいしか入らんな、いっぺんに。よっと。あ、でっかいな、さすがに。で、音が小さくなって、気泡が大きくなってきたら、上がったよってサインですね。はい、うわ、おっきいな。よっと。よっと。こういう感じで、どんどん上げていきます。これ大成功。さあそしたら盛り付けていきましょう。今日はフライも船皿でいきましょう。船皿にキャベツはドサです。キャベツで枕を作って、レモンをいって盛り付けて、でトマトもあったんでトマトも切って、トマトもここら辺に盛り付けると。そしてエビをドーン、もう一丁ドーン、でけえ。そしたらキュウリも乗せましょうか。はい、こんな感じ。そしたら船盛りのここの部分にタルタルソース。はい、これでシータイガーの巨大エビフライの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。揚げ物は結構時間かかるね。いや、たくさん揚げたのはね、家族に揚げてきた。そしたら、醤油を垂らして、で、わさびをちょっといって、じゃあまずはエビフリアからいきますか。名古屋の人でもエビフリアっていう人、そういないから。これをまず頭を外して、そしたらここにソースをかけの、タルタルソースをちょっとつけて、いただきます。うわ、うまっ。ブリンブリン。もう口の中がエビ、エビ、エビ、エビって感じですね。ほら、もう全然衣で持ってないですからね。衣は薄いです。でもエビは激太。これが本当のエビフライよ。うまっ。やば、白米が。これ一尾で結構お腹にくるね。で、お味噌汁。エビの出汁がしっかり効いたこの甘めの味噌汁、うまいね。お野菜もたくさん取れて体にいいです。今日はそれだけじゃないですよ。ボタンエビもついてきます。わさびと醤油をたくさんつけていただきます。うん。ボタンエビはね、絶対お刺身、加熱するよりお刺身が一番うまい。うまっ。はい、というわけで今日はこちらのシータイガーのエビフライとモタエビのお刺身ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。これは反則でしょ。エビフライと銀色のやつ合わんわけがない。はい、こちら7対3ですね。いただきます。また自分でね、暑い中エビフライを揚げて、揚げたてと銀色でいくから美味しさ倍増なんですよ。それじゃっくり食べていくよ。
ごちそうさまでした。ということで、今日はシータイガーという大きなエビを使ってエビフライ作ってみましたけども、めちゃくちゃうまかったよね。もう2尾食べたらお腹いっぱいですね。しかもボタンエビのお刺身とボタンエビの頭で取った味噌汁もセットだったんでね、もう今日はエビ尽くしでしたね。エビは年中美味しいんでね、皆さんもエビフライやってみてはいかがでしょうか。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。